はい、こんばんは。今日は滝線をカスタム、滝線じゃねえ、滝4万3000をカスタムしてます。で、このコロ、ここにつくこのちっちゃいのっていうか、これエアタンクとかあったの知らなくてつけてなかったんですけど、後からつけたから色が違う。まあいいや。ということで、このコロをちょっとつけてみようかなと思って、この車輪の真ん中にあるこの丸いの。ということで今つけ始めたんですけど、えらい部品が小さくて、あれどこ行った、あれ、おーい、ランナーがなく、あれ下に落とした、いや、あったあったあったこれなんですよ。ここに真ん中に穴開いてるんですけど、これを切り出しちゃうとさ、手で持つのがかなり困難なんですよね。こんなだってさ、この寸法を見ると1ミリ 1.5 ミリぐらいしかないんで、直径が。そんな時はじゃねランナーから切り出さないで、この針のとこにこれを合わせて、うまくいくかどうかわかんないけど、あれ入ったっけ、ギュッてやって入ったら、あれニッパーがねえんだけど、あれこれじゃねえんだよ、ニッパーがねえ、嘘、あれ今さっき使ってたのにな。あー、あったあったあった、あ、やべ、またなんか落ちた。オレンジさ、床が黒っぽいからさ、落としたらアウトなんだよね。目も悪いし。で、これで、ちょっとこれ老眼鏡かけないとダメだな。全然見えてない。はい。はい、着いたね。ほら、回ってる。こんなの見えねえからいいやって俺は思ってたんだけど、ちょっとなんか、苦労している人いるかなと思って、こう真ん中切らないでさやれば、あれほら割と簡単に、結構きついんだよこれ、この穴にはめ込むのが結構きつくなってるから、このランナーから外しちゃったらさ力入んないじゃん、的も定まらないし。でつけてから外せばみたいな。どうなのこれ、これ題名なんてしようかな。滝線の、あ、滝じゃない、滝のコロの付け方って題名にしようか。これ1個付けるのにえらい時間かかったんだけど、これで始めたらね、これ結構きついからさ多分外れないよ、よっぽどのことがない限り。普通に走らしてる分にはまず外れない。ギュッと、ほら、こんなとこ見る人いんのかって話だけどさ、こういうのは全部つけたいっていう人にさ、多分みんな知ってるか、これぐらいのこと。ってあれ、ほんま本当に入んだよ、これは全部ランナーから切っちゃったらエレー目に合うかね、多分あとなくす可能性がめちゃくちゃ高いし、これならまずなくさない、だってはめてから切るんだもん。あ、でもちょっと予備で多めに入ってんのかね。でこのほらちょっと邪魔になってきたら、ランナーが邪魔になってきたら切っちゃえばいいな、切っちゃって、結構硬いからねこれ、
ギュッと爪で押さないと入んないから。ちゃんと画面映ってんのかこれ。画面をもうちょい押すか。あれ？もうほぼ見えてないです目が。なんとなくで切ってるから。あれ？あ、ついたね。ギュッと押して。これは想像取れねえわ。ほら。これ全部ついた？あ、全部ついたね。あ、予備。あ、2個予備ついてんだ。ね。ということで。どうでしょう。もうひどいことなしで、こう失敗しちゃった。まあいい。あんま見したくないってことだったんだ、今。まあ見えないでしょ。あ、こっちも手すりつけなきゃね、これ。何この。まあ近くで見るといいんだよ。もうこれはね、ボロボロなほど。こっちは手すりつけたんだけど、色が違う。まあ一回つや消し拭くかもしんないし。で、ついでに、じゃあ、コキも。コキもいい感じに。両面しよう。いい感じ。ちなみにこのサビ汚れはこちらでやってます。これとこれ。ということでいいじゃー。